エカテリーナ・マカロワは、ロシア・モスクワ出身の女子プロテニス選手。2013年全仏オープンと2014年、全米オープン、2017年ウィンブルドン選手権、女子ダブルスと2012年、全米オープン混合ンダブルスの優勝者。WTA ツアーで、シングルス3勝、ダブルス14勝を挙げた。自己最高位はシングルス8位、ダブルス1位。 マカロアは6歳でテニスを始め、2004年にプロに転校。しばらくは ITF のサーキット大会での下積みが続いた。2007年の全米オープンで予選を勝ち上がり、4大大会に初出場。1回戦で、ユリア・シュルフを6から1、0から6、6から2、2回戦で、杉山愛を6から4、4から6、6から2で破りジュスティーヌ・エナントの3回戦まで。 進出している。二千八年前後をオープン一回戦で、アグネシュサバイを三の六、六から四、七から五、二回戦で、イボンヌ・モイスブルガーを6から三、六から一で破り三回戦に進出した。ウィンブルドンでは、女子ダブルスで、セリマス・ファート君でベスト八に進出。全米オープンでは一回戦で、アンナ・チャクベタゼを一から六、六から二、六から三、二回戦で、 エカテリーナ・ビシコワを3から6、7から5、6から3で破り2年連続で3回戦に進出した。フェドカップ決勝のダブルスにも出場。ロシアの優勝が決まった後の試合であったが、エレーナ・ベスニナと、クミスペインのビル・ヒニアルアノ・パスクアル・アンド・ヌリア、ラゴステラ・ビベス組に6から2、6から1で勝利している。2009年5月のフェズ大会で単覆ともに決勝に進出。 シングルスでは、アナベル・メキナガリデスに0 6 16で完敗したが、アリサ・クレーバノワと組んだダブルスで、ソラナ・チルステアマリア・キリレンコ組に6 3 26、18で勝利して、初めてのツアータイトルを獲得した。翌週のエストリル大会でもシングルスで決勝に、進出。ヤニナ・ウィック・マイヤーに5 7 26で敗れ2週連続の準優勝となった。 クレーバノアと組んだダブルスでウィンブルドンはベスト8、全米オープンはベスト4に進出している。2010年全豪オープンでヤロスラフ・レビンスキーと組んだ混合ダブルスでノーシードから決勝に進出。決勝では第1シードのカーラ・ブラックリーンダーパエスグミニゴ、7、3、6で敗れ準優勝となった。7月のイーストボーン大会では予選から勝ち上がり、 ツアー3度目の決勝に進出。決勝で、ビクトリア・アザレンカに7から6、6から4で勝利し、シングルスツアー初優勝を果たした。2011年前後をオープン1回戦で、アナイバノビッチを3から6、6から4、10から8、3回戦で、ナディア・ペトロアを6から2、3から6、8から6で破り、4大体開発のシングルス4回戦に進出。 4回戦では優勝したキムクライシュテルスに6から7、2から6で敗れた。全仏オープンでも4回戦に進出し、ビクトリア・アザレンカに2から6、3から6で敗れた。2012年前後オープンでは1回戦で、タマリネ・タナスガーンを6から0、2から6、6から0、2回戦で、第25シードカイア・カネピオ6から2、7から5、 3回戦で第7シードのベラ・ズボナレワを7から6、6から1、4回戦では過去4度優勝の第12シードのセリーナ・ウィリアムズを6から2、6から3で破り4大体開発のシングルスベスト8に進出した。準々決勝では第4シードのマリア・シャラポワに2から6、3から6で破れた。ダブルスでもアーラ・クズラフツェワと組ベスト8に進出した。 7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。エレーナ・ベスニナとのダブルスに出場し、ベスト8に進出した。準々決勝でリサ・レーモンドリーゼル・フーバー組に3から6、3から6で敗退した。全米オープンではシングルスは3回戦でセリーナ・ウィリアムズに4から6、0から6で敗れたが、ブルーノ・ソアレスと組んだ混合ダブルスで決勝に進出。 クベタペシュケマルチン・マトコフスキ組を67、61、12、10で破って優勝した。2013年前後オープンでは3回戦で、マリオン・ワルトリを6から7、6から3、6から4、4回戦で、アンゲリク・ケルバーを7から5、6から4で破り2年連続でベスト8に進出した。準々決勝では、マリア・シャラポワに2から6、2から6で破れた。 エレーナ・ベスニナとのダブルスでは、ベスト4に進出した。全屈オープンでは1回戦で、スベトラーナ・クズネッツォワに2から6、4から6で敗れたが、ベスニナと組んだダブルスでは決勝に進出し、サラ・エラニアンドロベルタ・ビンチ組を7から5、6から2で破り大会初優勝を果たした。全米オープンでは4回戦で、アグニエスからドワンスカを6から4。 6から4で破りベスト8に進出した。準々決勝で、リダに4から6、7から6、2から6で敗退した。2014年2月のパタヤ大会で、カロリナ・プリスコバを6、3、7、6で破り4年ぶりのシングルスに勝目を挙げた。ウィンブルドンでは4回戦で、アグニエシュからアドワンスか6から3、6から0で破りベスト8に進出した。全米オープンでもベストに進出し、 準々決勝では、ビクトリア・アザレンカを6から4、6から2で破り4大大会シングルスで初めてベスト4に進出した。エレーナ・ベスニナと組んだダブルスでも、マルチナ・ヒンギスフラビア・ペンネッタ組を2、6、六3、6、2で破り4大大会ダブルス2勝目を挙げた。2015年前後オープンでは準々決勝で、シモナ・ハレプを6、4、6、0で破り、ベスト4に進出。 準決勝で、マリア・シャラポワに36、26で敗れた。2015年4月6日付けのランキングで、自己最高のシングルス8位を記録している。2016年8月のリオゴリンでは、ベスニナとのダブルスで、スイスのティメア・バシンスキーマルチナ・ヒンギス組を6、4、64で破り金メダルを獲得した。2017年ウィンブルドン選手権女子ダブルスでは、決勝で、 先構成モニカ・ニクレス・ク組を60、60で1ゲームも与えず完勝し、4大体会女しダブルス3勝目を挙げた。マカロワとベスニーナは、全豪オープンでは2014年と2018年の、準優勝が最高でキャリアグランドスラムを、達成できなかった。2018年6月11日付のランキングで、ベスニーナと並んで、ダブルス1位になった。 2019年2月のドバイテニス選手権が最後の大会出場になり2020年1月に31歳で現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。